マリー・フォン・プロイセンは、プロイセン王子、フリードリヒ・カールの長女。全名は、マリー・エリーザベトル・イーゼ・フリーデリケ。マリーは1855年9月14日、フリードリヒ・ビルヘルム3世の三男・カールの長男、フリードリヒ・カールと、その日で、アンハルト公、レオポルト4世の娘であるマリア・アンナの間に代、一種として、ポツダムの大類シミア殿で生まれた。 1878年8月24日、マリーは、オランダ王ウィレム2世の三男ヘンドリックとポツダムのシングデンで結婚した。しかし結婚からわずか5ヶ月後の翌年1月に、ヘンドリックとは死別した。この最初の夫との間に子供はいない。その後、1885年5月6日に、ザクセンアルテンブルク公、フリードリヒの七男、 エドワルトの三男がアルベルトとベルリンにて再婚した。この二番目の夫との間には二条を設けた。マリーは1888年6月20日、ドレスデンのアルプレヒツベルク城で死去した。夫のアルベルトは1891年にヘレーネツ・メクレンブルクと再婚した。二番目の夫であるアルブレヒトとの間に設けた二条は以下の通り。ありがとうございます。